うわ一瞬音止まった。いや,たかやーしー <laughs> すごい出てる。はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。じゃんアスカライブ 10days スペシャル <laughs> ちゃんと言えたことない。えー 「東京高専年金開館グッバイサンキューここにあなたの足跡を」というこのライブはですね2010年2月の25日も14年半前のライブの映像ですけれども今改めてこうね見させていただきながら今年の今年はね今月の21日から始まる「フーズアスカというですねライブツアーのえー見ていく私たちのこう見る側のテンションもね勝手に高めていこうというと私はまあ見に行かせていただくのは10月ですけれども。 もうねライブツアーがまた始まりますよというのでファンの皆さんはねもう今からウキウキワクワクだと思いますけれども、えー、今日はこの14年半前のライブの映像をまた勝手に見させていただきながら歌声解説をしていきたいと思いますがここまで「タトゥー」を見てきました3曲目ね、えー、今日はその続きで「風のライオン」というこれもかっこいい「力任せの 大好きですこの曲もねじゃあどんどん行ってみましょう14分16秒のところからいきましょう再生ポンってっン前回立と終わったところから鍵盤の音がフワピャピャステージアンテンの中ピャー

スタンドを持ちながら「それが絵になる昭和年の日々」と後ろポケットに手を入れて「眠るわがままな目は」綺麗な柔らかい裏声「澄んで優しく消えた」 気合でかればかり。素晴らしい。大人の顔で。は無音からの箱っいいが増えれば、臆病になりなり。かっこいい。テンテン 笑顔のをつさえ心に甘いだけの飾りに綺麗出てますけど本当にこの時からももう相当上行ってますけど体がね顔がすごい出てるもん。<laughs> 粉雪が切って冬の蝶は蝶は蝶の姿になやったつ出てますよ声に息を交わすようなまに服を擦れていすがにえたもうマイク目のとこやりますよね。 星の底歩きすぎたね素晴らしい頃は4月の草原の中「テン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 てん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 いたんなを」 「歌う手紙しばらく風に預けてから」うわ一瞬音止まった「やつかお尻いやすごい出てる「いやつかおりださ」完全に横向い立ってますけど。 こう <music> 一回して弦が入って「まっまさらった爪を思い出す時」「タンタタたかカかカッコイイドラム」「ソロは4月の」

またゆったり弦能音かで、ててきれいなビブラートうわ深々とお辞儀をするアスカさんねスタンドマイクの前で。 いやっぱりこうだんだん体が温まってくるというかね、まあ、歌い手さんはよく喉が温まってくると言ったりしますけど、まあ、喉ということもそうなんでしょうけど、まあ、体全体的にやっぱこうね温まってきて動きが良くなってくるというかで、まあ、飛鳥さんの声のこう出し方特に高い音の出し方のまあ特徴としてはここにマイクスタンドあってえー ここマイクですからね出ましたっていう感じですねここにマイクがあってこの、うん、もうなんでしょうね顔はマイクに対しても横向いちゃってますからほとんどでも人の声って基本的には前になっていくはずなのであのこうやるとこっちに行っちゃうんですよね声は だからマイクはここにあった方が拾いがいいと思うんですけどただ飛鳥さんの声っていうのはやっぱりこう口から前に出てるっていう声というよりかは鼻の奥鼻空というとこに声が響いて「うわななってこうこの辺から全部振動で出てる感じなんですよね。と <laughs> ここに出てるものをマイクで拾ったら離れちゃったら拾えないと思うんですけど。 もうこのこの辺の空気が全部振動してるみたいになってるからちょっとこう顔の向きがマイクに向かってまっすぐじゃなくてもこの辺異なってるからこれをマイクがこう拾えちゃうっていうかなりプロの歌い手さんの中でも数少ないタイプの こう声の鳴り方といだからどういう風になったのがいいとか良くないとかってそういうことじゃないですけど特にスカさんの声のやっぱり鳴ってる空気の振動の範囲が多いというか,だから今歌い始める前に「ーってね「オの音でロングトーンって言ったりしますけど揺れずにまっすぐ伸ばす音あれなんかもうそんなに音量は出してはないと思うんですけど。 うーって言った時にこの辺がブワーと振動してるからなんか遠くのこうね抜けてる響きのいい音マイクが拾っていて「う,うーこれ誰か何か言ってるぞ」みたいな最初ね感じでしたけどでそこから「力任せの」もう何て言うんでしょうね「おー」がこの響きをこの体の中でこう確認しながら「うー 力任せのみたいな何て言うんだろうな鳴ってる位置を改めてこう固めているというかそのあれでもロングトーンというのはね揺れないでこうねずっと同じ音を伸ばす出し方ですから、まあ、非常にこう繊細な音のこうコントロールというかねちょっとでもブレたらもうそれロングトーンとは言えなくなってしまうので,でそれの反対側でわざとこう揺らして伸ばす音をビブラートと言ったりしますけど。 でもだいたいこうプロの人もね伸ばしていて最後にわーっと切り際に揺らしていったりして一つのこう音として鳴らすことが多いんですけど今もずっとう,うんあれ簡単そうにやってますけどまあでもアスカさんからしたらもう本当に、まあ、発声練習という言い方があってるかわかんないですけど、えー、歌に入る前のこうねこのように鳴らすよっていう心地のいい音をこう響かせて自分の中に響かせたイメージからだらら ってこう鳴らしに行くみたいなな流れに声のね出しし方としてはなってるとててっいる思うんですけどいやもうとにかくさっき言ったマイクからこう離れてしかも違う方に向いてても拾っているでも基本的にはやっぱり鼻の奥に響く音っていうのはこの辺からワンと響いてるのでここがこのマイクの近くにいた方がまあ出やすい出やすいというか音が抜けやすい。えー 例えば、ね、こうギター弾きながらスタンドマイクでこうずっと歌ってる方自分ではマイクの位置を動かせない場合は高音に行くとグッとこうね顔が下がって高音出す人って結構プロの人でも多いんですけど飛鳥さんも所々、ろどころ「ウワとか高音に行く時にやっぱり顔がグッと下がって鼻が真正面に来てマイクで拾ってるっていうここの距離はねずっとまあ遠めではありますけど。という鳴らし方ももちろんされてますけどこうす 「うらぬたぬたらぬたら」ってああいう鳴らし方をして多分あのサビの部分後半の部分っていうのはそうやって出したら何かこう抜けが響きが良くなるということを、まあ、リハーサルであったりとか何度も歌いながらアスカさんの中では見つけていてあそこはこういうふうに出しに行ってると思いますけどあれは本当にアスカさんぐらいのこの声の響きとか通りの良さがないと。 あんなにやっぱマイク拾えないと思いますのでかなりこう特殊な訓練を受けた方ですので飛鳥さんはねよくあのバラエティ番組とかでありますけどこれは特殊な訓練を受けてます一般の人は真似しないでください案件だと思いますあれああいう風に出たらあの声が出るかっていうのはなかなか難しいと思いますね飛鳥さんのあの響く声があるからあれでも成り立っているという だからありができる人というのはかなり、えー、数としては少ないと思いますけれどもただその声の響きというのはやっぱりたくさん吸えている空気とそれからここに響かせに行くこのね響かせ方のうんまあその一番いい鳴り方を飛鳥さんはもうご存知でそして自分の中でこの角度だとよりこの高い音が抜けるなっていうのが、えー、何回も何回もこうやってきた長年のこうね、えー、歌い方の中からあの鳴らし方でこれが出るぞっていうのを。 見つけた上でのでのすから動きとして真似をされるのはも,もちろん皆さんもねカラオケとかでやるのはいいと思いますけど実際歌う時にはもうちょっとこうマイクが近い方が一般的には拾いやすいかなと思いますけどまあでも今この映像を見てると見事に出ているし先ほども言ったみたいに4曲目になってさらに声のツヤというかね抜けの良さが出てきましたのでここからも非常に楽しみですがひとまず今回はこんなところで、えー、続きはまた明日以降ということで。 皆さん、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。